横浜スタジアムの横浜中日の4回戦はいよいよクライマックスを迎えようとしています。9回の表、大町に佐々木がコールされました。3対1、差は2点です。高木豊さんの解説でお送りしています。高木さん、はい、まあ、これは定石通り佐々木が出てきましたが、中日も2点で抑えてさあというムードを作って、また何かいろんな要素を予感させなくもない9回の表ですが、そうでしょうか。そうですね、まずピンチをうまい具合に断ち切った、はい、まあ、普通ですね、ピンチの後にはチャンスがありで、こう流れがこう変わってくるんですね。まあ、佐々木ですからね、簡単ではないと思いますけども、はい、佐々木も人間ですから、ちょっと不気味な感じはするんですね、はい、今日が8試合目、6セーブ。21日長崎での阪神戦では星野に犠牲フライを打たれて今シーズン初失点。去年8月21日のリリーフ失敗以来のリリーフ失敗になってしまいました佐々木。ただし打たれたのはその時だけ。カープ3連戦では3試合とも1点差の場面を見事に抑え切っています。ヤクルト3連戦は出番がありませんでした。中3日空けてのマウンドです。立浪、山崎、井上と続く打線。立浪は最初の打席でツーベースヒット。まあ、あまり心配な要素を言うわけでもないんですけれども、去年8月21日2点差で大西にツーランホームランを打たれて同点に追いつかれたという試合が横浜スタジアムでありましたね。何が起こるかわからないですから、立浪の当たりは右中間、ライトは佐伯に変わっています。取りました。でなるべく言うまいと思っていたんですが、その時の先発ピッチャーも実は山本昌と川村だったんです。ああそうですか、まあ大丈夫でしょうですね、はいはい、まずワンアウトです。代わるバッターは山崎。3対1、このまま佐々木が抑えきれば川村が自らの挙げたタイムリーで今シーズン2勝目。佐々木は今シーズンは阪神戦とカープ戦以外まだ登板がありませんでした。中日戦初登板、去年は中日に対して10試合投げて7セーブ。最後まで戦う姿勢を見せる中日に対しての佐々木のマウンド。高木さん、佐々木はいつもの佐々木ですか？そうですね、僕実はですね、はい、今シーズン佐々木の姿というのは初めて見るんですね、はい、ですから、まあ、いつもの姿かと言われてもちょっとなかなかちょっと難しいんですけども。4球目打ち上げました。キャッチャー谷繁を追います。落下点、風があります。戻された、取った、ツーアウト。ツーアウト、まあ、状態は悪くはないと思いますね、はい、ただ絶好調かというとそうでもないような気がしますけども、はい、まあ、佐々木というのは名前看板がありますから、相手が必要以上にその大きくしてしまうますからね、印象の中で。だからまあそういうのも味方していることはあるでしょうね。ツーアウト、ランナーなし、バッター好調井上。
ストレートでワンストライクです。勝ち投手の権利を得てマウンドを降りました河村。7回の2点タイムリーヒットも効きました。佐々木と井上は昨シーズンは2打数でヒットなし。ただ井上も去年までの井上とは違います。3連戦の初戦スウェンドワン、今シーズン初めて大入りとなった横浜スタジアムの歓声、あと1球コールへと変わっていきます。ツーエンドワンと追い込んだ佐々木、4球目内側ボール外れた。三振、ゲームセット3対1ベイスターズ。タイマジン佐々木が最後は締めました。完璧でしたね、はいはい、心配して大変申し訳ございませんでした、そうですね、佐々木に、何か伝えたいような気分になってしまいますが、中日が作った流れも佐々木は牛耳る力があるんですね。さすがにピッチャーですよね、はい。7回の裏の河村の2点タイムリーヒットが光ります。高木さん、いろんな意味できっちり締まった試合で、取るところで取って勝ちました。そうですね、いい勝利だと思いますが、いい試合でしたね、はい。まあ、河村も良かったですし、山本も、まあ、そうですね、それなりのピッチングをしてくれましたよね、はい。こういう試合は権藤監督は好きですよね。大好きでしょうね、まあ、投手交代もね、はい、非常にうまくいきましたし、はいはい、監督とすれば満点のゲームじゃないでしょうかね。アーナも繋いでくれましたよね、ヒーローインタビューです。東田のヒーローです。放送席、今日は決勝タイムリーを含む東田のヒーロー河村武夫投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事首位中日との初戦を制しました。今のお気持ちを。いや、本当首位の中日の初戦ということで、中日に勢いをつけさせたくなかったんで、本当に今日は自分でもよく投げたと思います。ずっと山本昌投手との我慢比べが続いて、自らのバットで決着をつけましたね。いや、あれは本当たまたまです。あれは、あの場面どんな気持ちでバッターボックスに入ったんですか。いや、あわよくばヒット打てればいいかなと思ってましたよ。その割には堂々とした野手並みのバッティングでしたよ。いや、恥ずかしいです、あんな全然。さて、今度はピッチングの方にお話を移していきますが、ホームラン以外はもうほぼ安定した、大きなピンチのないピッチングだったと思うんですが。そうですね、今日はまっすぐが結構いいところに決まってたんで、あと変化球チェンジアップも結構うまい具合に決まってくれたと思いますけど。さあ、9連戦ここまで6勝1敗、河村さんのピッチングでまたチームに勢いがついたと思います。そうですね、また明日も明後日もあるんで、皆さんの応援でベイスターズ勝てるように応援してください。今日のヒーローは決勝タイムリーと見事なピッチング河村武夫投手でした。これだけ爽やかな河村投手の表情を見るのはもしかしたら去年の開幕1安打完封以来かもしれません。東田のヒーロー河村投手のインタビューでした。この放送は9時半までお送りします。一旦お知らせをご覧いただいた後に高木豊さんと今日の試合を振り返ります。
ご覧いただきましたように横浜中日の迎えて4回戦横浜スタジアムでのゲームは3連戦の初戦3対1でベイスターズが快勝しています。解説は高木豊さんです。川村投手のインタビューいただきましたけれども、まあ、川村投手もピンチがありながらよく辛抱してベイスターズが流れを掴みましたね。そうですね、ピンチというかピンチらしいピンチというのもほとんどないような状態だったんですけども、印象に残ったのは川村のあの打席ですよね。やはり必死になって打ってる、なんかピッチングよりもあの時の方が必死なようなね、形相も伺いましたし、だからまあ、こういう気持ちでですね、絶対何とかしてやるとかですね、そういう気持ちでマウンドにいたらこれからもこういう安定したピッチングができるような気がしますね。吉井さん、ゲーム終了後の権藤監督の話ですが、今までの中で一番いい勝ち方をしたということですね。しのいでしのいで最後に捧げて締めるというもううちらしい勝ち方をしたということです。で、川村投手についてですが、この間の名古屋での中日戦の時とピッチングとは全然違ったなという話でしたね。こういう戦い方をしていけば大丈夫でしょうというお話でした。内田明美アナウンサーからのリポートでした。やはり権藤監督ベストゲームで挙げましたね。でしょうね、監督も冴えてきたなという感じはするんですね。例えば中根をですね、最近の調子がいいにもかかわらず、左ということだけで、変えたんでしょうけども、その使った選手がホームランを打つとかですね、河村1失点で変えるというところ、河野に変えましたよね。ここも勇気がいったと思うんですよ。だけどそこで思い切って変えた、で佐々木で締めた、だから監督もこうやっぱり自分が思ってるような野球がやっとここに来てできるようになってきたかなという気がしますね。ベイスターズは今日勝ちまして、ようやく借金がこれで10勝13敗ですから3つになったわけなんですが、中日とのゲーム差がまだ7つあります。ちょっと距離はまだ遠いんですけれども、いいムードは今日確実に掴んだと言ってもいいでしょうか。いや、ムードはですね、ヤクルト戦ぐらいから非常に上がってきてると思うんですね。ですから、これからは安定したような戦い方ができると思います。ただ、中日を追いかけるにはですね、やっぱ最後執念を見せて何としてもこの2点だけでね、9回を迎えるんだというあの姿勢、あれがですね、僕非常にまだこうものすごく印象に残ってるんですね。ただそこで、あそこで追加点を上げるような攻撃をもっとしていかないと、なるほど、中日を追いかけるにはちょっと苦しいかなと。まだ、中日の戦いをさせないゲーム、明日明後日また期待されます。明日明後日も横浜スタジアムでデーゲームで行われます。横浜中日の4回戦は3対1でベイスターズが勝ちました。勝ったベイスターズが10勝13敗借金が3つになりました。負けたドラゴンズは18勝7敗貯金が11となっております。勝ち投手が川村で2勝2敗負け投手は山本昌で3勝1敗です。川村の躍動感あるピッチングです。川村が自ら7回にセンターへ2点タイムリーヒット、これが決勝点になりました。解説は高木豊さんでお送りしました。高木さん、どうもお話ありがとうございました。ありがとうございました。3対1ベイスターズの勝利をお伝えして、この辺で横浜スタジアムからお別れします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。